ソーシャルディスタンスでお願いします。ちょっと悪いなお前。ミヤイルの来月は12時です。4つに浅草消防署の皆さんのご協力におきまして、警護並びに交通、安心して、医療ができたことを厚く御礼申し上げたいでございます。また防災会の皆さん、それから防災会の役員の皆さん、それから防災会の事務局の皆さん、そして、イサミの皆さん、宮ヶ島の皆さん、それから浅草神社を出入りしている皆さん、それから宮本宇之助商店の皆さん、本当に全員一丸となってですね、今回の医療ができたことを厚く御礼申し上げる次第でございます。ありがとうございます。俺が、山越が約3時間にわたりこのような立派な偉業できたということは、氏神様が町並みの氏神様方のご覧になりまして、そしてご神徳を授かった賜物と熱く感じるわけでございます。そして浅草神社祭礼そのものが延々と先人の人たちに導かれてここまで継続されてこれたわけでございます。初号とができなくても皆様に街並みを見ていただいて、そしてごくごく繊細な計画を立てて今日に至ったわけでございます。またそのことによりまして浅草がますますご繁栄、そして皆さんが喜んでまた誇りに思う街になっていかれたのかなと、こういうふうに対応に存じる次第でございます。今日は天気の外れで素晴らしい当店に恵まれました。これもひとえに皆さんの徳のおかげと厚く申し上げる次第でございます。いずれにしましても今日のこの意義がたくさんの素晴らしい街になった一夜を明かりを灯したのかなという感じを受けます。本当にありがとうございます。そして日頃氏子の皆様、通勤会の皆様には大変お世話になりまして、心より御礼申し上げる次第でございます。浅草神社のますますのご隆盛、浅草の町々が終わってあれんことと、奉賛会の皆様の栄翔を記念申し上げまして、力強く安本で締めさせていただきます。よー、
みんな各紹介、あの、歌を入れて、あの、